あ、おはようございます。アイアイプラザアイノラ地区コミュニティセンターに来てます。来ています。はい、ここで、ふるさとロビー展がやってるということで来てみまして、そのお気に入りの平林さんにちょっとインタビューしながらぐるっと回りたいなと思ってます。はい、お願いします。お願いします。アイノラ地区自治協議会と、ああ、この主催が、あ、そうです、自治協さんの主催と、とここのセンターさんの主催、ああ、はい、まあ、許可は取らずに移しちゃいますけど大丈夫だと思います。これは最初どういうきっかけで写真集めたんですか？どういうきっかけ、もともとはこの愛の浦地区の地区に長年あたご祭りで年に1回行われるあたご祭りで写真展を開催されている方がいて、でその方がもうお亡くなりになられてずっともう不開催の状態だったんですね。はい、でそこで私たち学生がその写真展を、なるほど、代わりに、そうです、復活させたいという思いでまずこのプロジェクトを企画しました。あ、橋本白蟻店さんですね。そうです。あ、本を作られたんですね。あ、そうです、はい、スリーブの時と私たちの待ち合いのが輝く後ろが、これはあれですか、もらえるんですか、申し込めば。これは今回この写真展を通して、今度印刷費実費分を負担していただく、お支払いしていただく形で一般の方々に差し上げることができます。ほぼほぼ、はい、物代だけっていうことで、ボランティアで活動されたんですね。はい、見どころはありますか？写真集ですか？それこそですね、今回の写真集はやっぱ私たちが今の風景を撮ったんじゃなくて、皆さん地域の方々がもう世代を超えてですね、大切にお家に撮っておいてくださって完成したものなので、もう本当に白黒写真とか髪も結構傷んでる状態のものもあったんですが、まあ、そういう感じはもう写真集とかも今ですね歩みを感じられると思いますので、ぜひ。とても楽しみですね。はい、付箋も貼っていただいてますね。苦労したこととか、私たち自身もただこう昔の写真を集めていますみたいな感じで行ったので、じゃあそれが人物写真なのか風景写真なのか年代はどれぐらいなのかとかやっぱり昔の写真って皆さん大事にされてるから。3億円事件ですか？本当3億円にして3億円写真事件は分からないですね。すごいね。ほら、見てくださいこれ。はい、松さんがいらっしゃるじゃないですか。お父様とお姉様ですか？ベビーマッスン。この方はお母さんですね。そうなんですね。地域活動をよくされてるじゃないですか。はい、昨日神社清掃だったじゃないですか。はい、どうですか神社清掃。神社清掃楽しかったですか？楽しかったです。特に昨日は、まあ、神社での開催でしたが、通常通り子どもたちがですね30人弱来てくれて、なんか縁日もしてすごくなんかき氷、かき氷子どもたちの 2,3 倍食べるね量に圧倒されながら楽しかったです。どうですか、もっとどうしていきたいとかありますか？神社清掃ですか？
地域とか。そうですね、やっぱ私地元がこう大学が近くにあるところじゃないので、自分の地域に大学はないので、やっぱこの愛の浦地区って文京区としてすごく子どもとか若者とかが多いから、なんかそこの地域のつながりの人とか、そこがもっとさらに交流がですね盛んになったらいいなと個人的に思っております。ここはないんですね。ありがとうございました。全国のお祭り女子の活動の一環で新聞を出されてるんですね。はい。なんという新聞ですか。これ載せるんですか。載せる。祭り結び新聞です。祭り結び新聞。はい。なるほど。ちょっと後で写真を。はい、ぜひ見ていただきたく。